ったわけでね、Steam で無料プレイができる、アセンド・ハンド・オブ・クル、直訳すると、クルの手に登るという、やっていきます。喉が痛くてね、喉が喉長いな。止まってる？マルチプレイなんですけどね、基本的にこっちの世界とあっちの世界は別でこう直接攻撃できないんですけどね、こうやって相手に呪ったんですけどね、出した狼がですね、こうやって
見ず知らずの人と戦ってるわけですよ。
なんだこれ。タンの穴、なんかいいアイテムありそうだよ。Thank you.
非同期型なんですけどね、これ他のプレイヤーと対戦なんですよ。うわ強い、ダメだな、これやっても勝てないな、逃げよう、あかんな、これやな、この方が全然強いな、力の差は全然ダメだ、これ諦めよう、そして奥にあるのはクソみたいなグローブというね、全然強かったわ今、コメントにこのゲーム対人要素あったとは知らなかったです。いや対人要素というか非同期型なんですけど、多分システム側がこのゲーム側がこの情報を持つんですよね、多分誰か知らない人が僕と戦ってるわけですよ、これ悪くないんですよね、この攻撃力アップ3つつけたレベル15の剣ってなかなかないんですけどね、このそれでもあれあの人すんごい強かった、全然勝てる気がしなかったな今、
く。今何が出たの？殻だったな。今日は外れだな。全然いい装備が出ない。コメントさん、Xbox 版じゃなくてパソコン版なんですね、これ。そうなんですよ。Steam で最近配信になったんで。
てますね、これ。完璧にはまってますね、向こうが。向こうが勝手にやってますから、ね、僕はなんかデータをいじってるわけじゃないですか。わー、それはやめてくれ。また出た、防御力アップ。なかなかな。お、強いよこれ。お、いいの出たよ。靴、今どれ出せたの。
これか。どれだ今。これか。で、防御力アップがついて、あ、防御力アップがついてプラス12か。フィッシュ。お、私の場所に。私の陣地に侵略してきたやつがいますな。どこに来た。したよ。さっき戦ったやつ。一人食べちゃいます。見てないぞ。
今こう来たやろ。どう待て。多いんですよね、最近この切断多いんですよ。今日2回目ですね。